携帯刑事ゼニ型シリーズ携帯刑事ゼニ型涙携帯刑事ゼニ型涙は2004年1月4日から9月26日まで BSI で放送されたテレビドラマ携帯刑事ゼニ型シリーズの第3作目ファーストシリーズは全13話セカンドシリーズは全26話主演は黒川明 ゼニガタ家の家図系図形思想館を祖父に持つ IQ180 の女子高校生でゼニガタ4姉妹の次女ゼニー型涙が携帯電話を武器に難事件を解決する刑事ドラマこのドラマの特徴として低予算ながら画期的な企画に挑戦してきたことが挙げられるファーストシリーズ第9話では公開収録セカンドシリーズ第10話では 一般公募のシナリオの採用。第14.15話ではミュージカル仕立て。第16.17話ではそれぞれ、同曲のドラマ、サソリ、階段神事袋とのコラボレーション。第20話では一つの部屋の中のみでストーリーを進行させるという試み。第23から26話では、映画、シベリア町特急とのコラボレーションを行った。 2006年2月4日に池袋シネマサン社員にて、映画、携帯刑事ザ、ザムービーバベルの塔の秘密ゼニ型姉妹への挑戦状の公開初日舞台挨拶が行われた際、ゼニ型イ役の堀北真希と共に携帯刑事シリーズ、卒業式が行われた。ファーストシリーズ第1話、セカンドシリーズ第13話は、英語誌のコーラスのみで、セカンドシリーズ第14話からは、 歌詞付きで主演である、黒川銘が歌う、涙の海に変わる。サビである冒頭の英語シのコーラスは、TV バージョンと同じだが、歌詞の部分のメロディアレンジが異なる。日付は、BS、b s t b s における、初回放送日。セカンドシリーズ本編の最終話は正確には、第22話であり、第23から26話は、番外編の扱いである。 セカンドシリーズ本編終了後に番外編として全4話が放送された。このアナザーストーリーは映画シベリア超特急とのコラボレーション企画であり、シベリア超特急シリーズの主役兼監督である水野春夫が閣下役で出演している代わりに、セカンドシリーズでの相棒役であった高村一平役の草刈正は出演していない。また、このアナザーストーリーのみ、 柴田太郎の鑑識メモの代わりに、閣下のお言葉が放送された。なお、タイトルが、シベリア超特急刑事となっているが、この、シベリア超特急刑事とは閣下を指しているのか、涙を指しているのかは明らかにされていない。ちなみに携帯刑事シリーズが初めて、シベリア超特急とコラボレートしたのは、シリーズ第2作目の、携帯刑事、銭形毎第5話である。 この時の水野は映画シベリア朝特急と同じく山下智之役で出演した。これらの出演がきっかけで水野は映画携帯刑事ザムービーバベルの塔の秘密銭型姉妹への挑戦状にも出演した。オープニングにはセカンドシリーズ本編から引き続き佐藤公安が登場しているが本編には出演していない。ただし 佐藤公安役の佐藤二郎は、全4話す全てにおいて、別の役で出演している。2007年2月19日に BS、BSTBS にて放送され、3月19日に、再放送された。内容は2006年2月1日に発売された、涙フィギュア限定ボックスに収録されていた、DVD の内容と同じである。ただし、時間の関係で、 DVD のすべてではない。2004年10月1日、地上波 TBS で放送予定だった、携帯刑事銭型涙、ファーストシリーズ第4話が放送されず、セカンドシリーズ第4話が放送されてしまった。当時、高村刑事役の草刈正夫は、BSTBS BS の放送に登場したのみで、時期遅れで放送していた。地上波には一度も登場していなかった。 視聴者からの指摘により、同日、DBS が、テープの確認ミスと説明し、謝罪した。その後、携帯刑事銭型レイセカンドシリーズ第4話で、この放送事故を自らパロディ化した、おっちょこちょいなミステーク放送事故殺人事件という、話を放送している。ありがとうございます。